はい、こんにちは。お茶じみ、ルータス英語科の尾形と言います。今年の共通テストをちょっと振り返りながら、共通テストってどんなこう力が試されるのか、どんな出題がされるのかみたいなことをちょっと短い時間で解説していこうと思います。はい、英語のリーディングですけれどもね、もうとにかく今年はめちゃくちゃに大変だったと思います。過去の共通テスト振り返っても一番っていうレベルの大変さだったと思います。とにかく情報処理すべき情報がめちゃくちゃ多い。それをとにかく短時間でスパパパパパッとやっていかなきゃいけないっていう大変さがあるわけです。めちゃ大変なんだけども、じゃあこことここと重要そうなところを拾い読みしていけばいいかな。ダメなんです。拾い読みしたらダメ。つまりね、一単語でも読み落とすと間違っちゃいますよっていう問題が今年結構存在しました。ということで、やっぱりね、何かしらのこう受験テクニックを身につければすぐに解けるようになるってものじゃないです。やっぱりね、強い読解力ね、要するに構造をしっかり分析していきながら読んでいく、あとはまあ高い単語力、この2つが必要だってことをね、ちょっとこの動画通じて皆さんに感じてもらいたいなと思います。はい、第3問の B 始めていこうと思うんですけれども、これはね、学校新聞の記事を読んでもらうっていうような、そんな問題でした。早速ちょっと見ていきたいんですけども、学校新聞の記事ね、ユズっていう生徒さんがね書いた記事なんです。 He、 ミスターリーチ、これリーチ先生っていうね先生が出てきて、 Explain that humans have created so much artificial light that hardly anything is visible in a city's night sky。 大変ですね、大変ですけども、リーチ先生が説明してくれたんですね。人間というのは出てきてるのはこれ想像と構文ですよね。ちゃんとしっかり確認していきながらね、あまりにもたくさんの人工的な光を作り上げてしまったんで、 hardly anything ですから、ほとんど何も見えないんですよ、ね、hardly ほとんどないでございました、ね。私たちの街の夜空にはほとんど何も見えないっていうことなんですよってことです。で、続く段落というか塊が On my way home って言ってね、家に帰る途中に I looked at the moonless sky、 ここちょっと気をつけておいてね、Moonless ですから月がないわけですけども、月がない空を見上げて何を思ったのか、 Realize that ね、Realize ね、気づいたんだって言ってます。この後ろ結構大変でしょ。 What Mr. Leach had told us was true とありますけれども、これやっぱこういうところを横着せずにちゃんと読まなきゃいけないですね。これ Realize that の that 説が省略されてて、that が省略されてて、ザット説を作るね、ザットが省略されてて、リーチ先生がおっしゃってたことが、トータルですね、私たちがおっしゃってたことが真実だということに気づいた。なんかこれ説問になりそうですよね。リーチ先生が言ってたことが真実だった。はい、リーチ先生どんなこと言ってたんだろうか、ちょっとねこっちの方も考えながらね、思い出しながら、はい、これに対してこういう説問がついております。On the way home だってね、家に帰る途中に、Yuzu は look down ね、見上げて、空を見上げて。で、これ聞かれ方面白いですよね。Most likely so ってありますから、この夜空でね、見た可能性が一番高いものは何なのかって言ってんですよ。つまり、これ、本文中にはっきりとした形で書いてないわけ。ね。何を見た可能性が高いか。さあ、ちょっと一緒に考えていきましょう。まず、丸一のシューティングスター、シューティングスター、ね、流れ星ってことですけれども、これ流れ星ってのは本文中では、体育館でね、授業してるときに、その体育館で、プラネタリウム的なものの中で見たっていうふうな話が、まあ書かれてました。これね、最後のミルキーウェイっていうのも、そうです。天の川っていうのもそうで、実際にゆずさんが見たものではなさそうですし、例えば、流れ星である必然性はないですよね、彼女が見たものがね。はい、ということで、これはダメですし、まあ、こちらも天の川が見えるっていうのもね、これ必然性ちょっとなさそうですね。full moon、ね、the full moon ね、満月、いやいや、月がなかったって言ってるわけですから、ダメですよね。人間が人工的な光を作り出しすぎちゃって、ほとんど夜空で見えるものがないんだ。だとしたら、ほとんどないわけですから、ほんのわずかの星しか見えなかった。ほんのわずかの星しか見えなかった。ということで、丸2がこう正解になるということでございます。これはね、こう図がついてるんですけどね、実際はね、問題にはね、その図になんか流れ星の図みたいなのが書いてあって、なんかね、錯乱させようとしてるわけですけども、ちゃんとこう本文をね、正確な読解力、これちょっと構造が複雑なところも読み抜いて、そこから考えられることを正確に読み取ると。
これが必要になってくるということでございました。はい、それでは、もう一問解説をしていこうと思います。共通テストの一つの大きな特徴として、単語が結構難しいってことはこれは言えると思います。あの大学のレベルで言うと東大とか早慶入試、そういったもので出てくるような単語っていうのがバシバシとまではいかないまでも結構共通テスト出てきますし、そしてね、その単語をちゃんと知ってないと答えられないっていう風な、そういう問題があったりするっていうのをちょっと一緒にやっていきます。第6問の B ちょっと一緒にやっていきたいんですけれども、これはね、科学クラブの、メンバーであるあなたが発表のために、科学のね、ウェブサイトの記事を読むっていう風な、そういうものでございます。はい、記事を一緒に見ていきたいんですけれども、はい、ここバーっと見てごらん。知らない単語いくつある？知らない単語いくつある？知らない単語が1個でもあったら失点してしまう可能性があるという、ちょっと怖い問題。ちょっと一緒に見ていきますね。People who have eaten several of the world's hottest chilies in a short time. だってね、世界の中でも最も辛い唐辛子のね、いくつかっていうものを短時間で食べる人、短時間で食べる人はっていう、こうね、ちょっと悪影響が後ろ書かれてますね。悪影響を、述べている部分です。Have reported. こういうことを報告してきてるんですよって言ってますね。はい、どんなことを経験したってことを報告してるのかっていうと、experiencing upset stomach ね。stomach、いいお腹ですよね。だとしたら、これはまあなんとなく upset がもともとひっくり返すって意味ですから、ひっくり返されたお腹、胃。つまりまあ胃の不調、お腹の不調だってことはわかると思います。ね、次、難しいよね。diarrhea って言います。これ、下痢です。ね。その次、難しいよね。numb hands って持って、numb って言いますけど、これ、麻痺した。ね。麻痺した手になったりだとか。あとか、and symptoms similar to heart attack。最後まで結構いろいろ大変ですよね。symptom、まあ、兆候とか、病気なんかだと、まあ、症状って感じかな。こういった症状。ね。similar to heart attack。heart attack もこれ知らない人からすると、んって一瞬になるよね。心臓発作です。心臓発作に似た、症状、こういったことを経験するってことを、報告してきてんだよ、ね、胃がおかしくなったり下痢になったりだとか手が、ね、麻痺したりだとか、心臓発作に似た症状になったりする。はい、ということで、さあこれに対して、問いが問われています。2つ選択肢を選びなさいっつうよ。2つ選択肢をね、で、あのこれはね、あの本当は5つ選択肢があるんですが、5つ選択肢があるんですが、ちょっと黒板のスペース上、あの4つに、絞ってます。はい、一個一個ちょっと確認していきますね。You might activate harmful bacteria. だって、これもいろいろ難しいよね。Activate は、アクション。ね、行動とか活動。アクションと関係がある単語で、活性化させるってことです。有害なバクテリアを活性化させる可能性がある。こんなことは書かれてなかったら。はい、丸に。You might experience stomach pain. だってね、胃の不調、胃の痛みですよね。胃の痛みを経験するかもしれない。ね。あ、なるほど、なるほど。ここは先ほどの、ここと対応する部分ですよね。あ、いける。はい、三つ目。You might lose feeling in your hands. だってね、手の感覚がなくなる可能性があるってわけです。手の感覚が、ナムを知ってれば、ここの言い換えになってんだなっていうことがはっきりしますから、はい。答えはもう出ましたね。出ましたね。はい。丸四は、指に火がついたような感じがする可能性がある。これはまあまあ、違いますね。ということで答えは出たんですけれども、もう分かったよね。ナムを知らないと、これ答えが出ないのよ。いわゆる、受験でね、よく言われているね、あの、知らない単語、難しい単語は前後の文脈から推測して考えるんだ。みたいなことが、ここではほぼできません。知らなきゃ終わりっていう感じ。ということでね、もちろん、単語の、あの、文脈から類推するって能力が非常に大事よ。大事なんだけども、そういったことがもうほとんど、あの、関係なく、知ってりゃ答えられるし、知らなきゃ答えられないっていうふうなね、そういう問題が出題されたっていうふうな、この事実は頭に入れといていいかなというふうに思います。はい、ということで、非常に大変な試験ですけれども、ただ、毎日毎日地道に読解力とか単語力、こういったものをしっかりとつけていけば、ちゃんと対応できる試験です。はい、低学年の人もね、しっかり頑張って勉強していきましょう。はい、解説は以上になります。